日本のラグビーを世界のラグビーファンにしてもらいたいなという思いだったんで、まあ、僕らはまあ南アフリカとサモアと USA に勝って、まあ、いろんな人に日本のラグビーを認めてもらえたこととか、日本人にとってラグビーがこう誇りあるスポーツになれたことがすごく嬉しかったです。ビートザボックスね。いや、南アフリカに勝った瞬間一番やっぱり良かったです。僕らワールドカップに行くときに羽田空港、ラグビーファンの人50人ぐらいしかいなかったですけど、帰り羽田空港にワールドカップ終わって帰ってきたら多分500人ぐらいの人とメディアいっぱいで、もう全てが変わったなと思います。日本はラグビーワールドカップ24年間勝ってなかったんですけど、ずっと応援し続けてくれてたっていうのが、本当にこの間のワールドカップの勝利につながったんで、まずはそこはすごく嬉しいなというふうに思ってます。